院長すいません、あの手外れてます。え、あの靴下と一緒にトンボまで外れてたんで、はい、なんであのフラッシュできた、フラッシュはできました、普通に通ってます。で、今トンボを新しく出して、はい、これで今刺してます。あ、そっか、はい、ここからね。ってことは龍一も外れてないし、点滴は止まってない、止まってなかったです。まあでも龍一が外れてたんだもんね。あのそうですね、トンボが外れてたんで、ちょっといろいろね、元気が出てるんだ。多分靴下ここまで一遍に巻いちゃうとか外れちゃう気がするので、難しいですけど、こっちの手はない方がいいのかなと思います。いや、カシャカシャさえやらなかったら、まあ靴下しない方がいいんだけどね。どうなってるのか、ちょっと上に立って、ちょっとそこの引っかかったやつを取らないとつけれないよ。135、でも100、あまりにも分かんないな、分かんないですよ、どんな帰ってるか。はい、こっちも早送りして。よ。ちょっとさ、消してさ。はい、もう40にして、こっちは5で、はい、で、あ、この子ハウスして、ハウスします、うん、ハウスしてから、あ、まず院長、それ売ってないです、ラシックス、うん、ちょっと待って、ラシックスは余計カリウムが下がるからさ、はい、一回様子見てから、うん、いいでしょう、仕事は持ってないな、40鳴らした方がいいや、はい、わかりました、うん、じゃあ一回お部屋に入れます、もうそのまま部屋に入れちゃって。